こんばんは、五十嵐レイです。この動画では祝日の月曜日に開催されますフェアリーステークスの予想をお届けしたいと思います、ね、このフェアリーステークスはね、ちょっと今年も難しいメンバーとなりましたので、ちょっとだけ軸馬をひねってみました。はい、ということで今週もよろしくお願いいたします。はい、それでは本命に選びましたのはベダノーバです。新馬戦では2着馬に 0.3 秒差という1馬身以上の着差をつけて優勝しておりまして、上がりタイムも34秒0というタイムはね、これはもうね、重馬場で開催されたタイムとしてはもうとても秀逸なレース内容と言えそうですよね。またこの時の出走枠がね、8枠17番での出走しておりまして、外枠から作り出したレース内容って考えたら、今回のメンバーでもこれはもう即通用という可能性があるのではないかと見まして本命に選びました。では今回は本命に選びましたベダノーバを3連複一等軸流しの軸馬に選びました。で、相手に選びましたのがアルテミスステークスで3着に好走しましたテンハッピーローズ、そして距離が伸びることでプラス材料となりそうなファインルージュ、それからファンタジーステークス4着からの巻き返しに期待したいオプティミスモ、そして展開がハマれば急浮上も狙えるシャドーファックス、以上の4頭に流した3連複合計6点で的中を狙ってみたいと思います。はい、ということでこの動画ではフェアリーステークスの予想をお届けいたしました。皆様の予想はどんな感じになりましたでしょうか。もしよろしければコメントで教えてくださいね。毎回皆さんのコメント読ませていただいて、なんかあ、なるほどなみたいな私が選びきれなかった馬たちをそう書いてくださっている方には、うわあ、そっか、なるほどな、あ、怖い、なんか怖くなってきたなって思いながら、はい、コメント返したりしてるんですけど、あとはね、なんかやっぱりこう私の選んだ馬と同じ、ね、馬を描いてくださってる方には逆に、あ、よかったみたいな安心したみたいなことも考えたりとか、いや本当にね、詳しい皆さん本当にいつもありがとうございます。いつも勉強になっております。これからもどんどん、はい、教えてください、ね、今年も、はい、一緒に楽しめたらいいなと思っておりますので、ね、頑張っていきましょうね。はい、ということで今週はですね、3日間開催なんですけども、新山記念の予想動画も公開しております。よろしければそちらもご覧いただけたらいいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では今週も皆様からのコメントと、あとチャンネル登録、この番組では私毎週予想動画、競馬のね、主に重賞の予想動画を上げておりますので、はい、更新頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録してください。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐レイでした。今週もありがとうございました。